どうもこんにちは、まなです。皆さん浴衣はお好きですか？まあ去年も今年も、まあ、お祭りっていうお祭りなんか大規模なお祭りとか全然なかったじゃないですか。なんでまあ今年と去年は、まあ、浴衣着なかったんですけど、まあでも大体着ないんですけどまあでもまあなんか浴衣って憧れますよねなんかすごい綺麗に見えるなんか浴衣着てるだけでなんかすごい自分がなんか綺麗に見えてる感じがするんですけど、まあそんなことはないと思うんですけどでもAmazon でこの間5000円で全部一式入ってる下駄とかも全部入ってるやつがあったんで、それを買ってきたんで、まあ、今日はそれを紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃじゃん。ほらすごくないですか。ちゃんと下駄とかも帯とかも入っててすごいいいですよね。これで5000円ですかね。なんか普通に買ったらもっとするんじゃないかっていう。まあちょっと開けていきます。おーすごい、うん、すごいすごい、こんな感じです。まあ紫って感じですね。紫色の浴衣でプラスこちら帯が入ってて、あと下駄もちゃんと入ってます。まあ、なんかすごいですね。これで5000円も安いような気がしますけどねはい、じゃあまあ早速着ていきたいと思います。まなちゃん変身。うん、はい、着てみました。こんな感じです。まあ、とりあえず一周していきたいと思います。はい、こんな感じです。まあ、ちょっと下駄が見えないと思うんでちょっと下にしますね。こんな感じで、下駄はこんな感じです。めっちゃ可愛いですよね、下駄。なんかこのちょっとピンクが入ってるのがちょっといい感じですアクセント的なはい、ちょっと戻しますこれぐらいかな。はい、まあ、こんな感じでいいですね、浴衣。なんかお祭り感がある、やっぱりなんかお祭り行きたいなって気分になりました。はいまあでもこの柄いいですね。なんか私こういう紫とかあと青とか、まあ、そういう色結構好きなんですけど、やっぱピンクとかもまあいいですけど、まあ、どっちかって言ったらこっち系のなんか暗い系暗い系っていうのかな、なんかこっち系のが私はなんとなく好きまあでもどうですかね、似合ってますかこれなんかいいですね。これで5000円はめっちゃお得な感じするはい、こんな感じで、まあ、5000円の浴衣着てみたんですけどどうでしたかまあでも全然5000円にしては普通にいいと思いますけど、私はなんかあれですね、下駄もちゃんとしてるんですよ。ほらこんな感じで、でもなんか音も本当に下駄の音っていうのかなわかんないけどまあそんな感じですごいいいと思います。はい、まあでも今年と去年はまあお祭りがなかったんで、まああれだったんですけど、まあ、来年こそお祭りがあると信じて待ちたいと思います。はい、浴衣着れる日をはい、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。